セルジオ・エチゴさん、日本に苦言、勘違いしたね、安易すぎる。日本派、実績で相手を上回っているという気持ちからか、余裕というか、じっくり構えて試合に入った、勘違いだね。アジア王者でもないのに横綱相撲を取ろうとして、あまりにも安易な考えだった。同じパターンを100分以上も見ていると、疲れるよ。一人で打開できる選手がいないのきついな。三笘欲しいよ。中村敬斗の怪我が想定以上に影響した。だからあれだけ相馬を呼べと。セルジーが正論言うほどにヤバい状況だな。欧州組がアジアで全く通用してないのがバレた。モチベの差が歴然。ベトナム戦でもそれを感じたが修正できなかった。日本派もはやアジアのブラジル扱い、相手派決勝のつもりで必死で来る。日本だけぼーっとしてる。